私には誰にも言えない過去がある。私は一度死に、そして生まれた。血の涙と憎しみを抱えながら。姫川です。中野東署管内で男の死体が見つかったらしい。三つの山の行動となるとすごい人数ですね。捜査線上に柳井健人の名前が出てきても一切触れるな。何者なんです柳井健人。手を引いてくれ。全てを隠蔽しようとしている。そんなの許されるわけない。柳井さんのお知り合いで。あんた誰？主任、何か掴めましたか？単独で動くつもりですか？柳井健人の周りはうろちょろするんじゃねえ。お前は黙って命令に従えばいいんだ。こんなの絶対おかしいです。警察から消えていただきます。真実を追うのは刑事としてですか？あなたたちまで巻き込めない。捜査の指示お願いします。俺たちは姫川藩です。私が流した血を決して忘れないために赤にしたの。殺したいんだろ。殺したい。男の目になりましたね。主任を巻き込むな、うん、私たちだって刑事です。よいしょ。ケレ、私と一緒に出頭して。ストロベリーナイト。